これからも民主主義のために、国民のために、ぜひぜひ盛大に政治を取り上げていただきたいなと願っています。どうぞ。今のはマスメディアへのメッセージでした。では最後に皆さんに向けて、今日金曜日の夕方、忙しい時間にもかかわらずわざわざここにお集まりくださった皆さんは、もはや単なる聴衆ではありません。仲間です。石丸伸二と愉快な仲間たち、これだけ揃った、すごい。そんな仲間たちにメッセージです。今回の選挙、絶対に楽しみきりましょう。それは一生懸命に向き合うという意味です。それは一人でも多くの仲間を巻き込もうという意味です。東京都広いです。1400万人、まだこの楽しさに気づいていない人が残っている気がします。4年に一度のビッグイベントですよ。もったいない。そこで仲間たちに作戦を伝えます。今日この後お家に帰ったら、まあ会社に戻る人もいるのかな。そこでぜひ今日石丸伸二を見たと、石丸伸二の話を聞いたと自慢してあげてください。選挙の街頭演説って意外に多分これまで聞かなかったんじゃないですかね。割合的にもそんなにしょっちゅう見れるもんじゃないんです。しかもこれだけたくさん集まってる街頭演説ってまあないですよ。多くのそれこそ政党が抱え込んで党員を動員したりするとわーっとなるんですけど、動員ゼロですから。言葉は悪いんですが、勝手に人が集まってこの状態ね、これは自慢できますよ。そして仲間を増やすためにはまだまだ足りません。ぜひ。